さあ始まりました。介護に関するためになる買いためな情報をお送りするケア協チャンネルのお時間です。ありがとうございます。本日もですね、なんと国を代表してこの方に来ていただいております。はい、内閣総理大臣ですね、安倍晋三と申します。総理、ちょっとですね、今回のテーマは少し重めという深刻な問題となっております。これは僕もとても興味深いので、これはビシビシと聞いていきたいと思っています。今回のテーマはこちらです。実際どうなの、高齢者虐待問題。なるほどですね。ということでございましてですね、品川区の介護付き有料老人ホームで4月の初旬に介護職員の男性が入居者の82歳の男性に暴行し殺害をした疑いがあるというショッキングなニュースが流れたんです。はい、これはすごい深刻な問題だと思いますので、深刻ですね、これを見ている方もそうですし、僕もすごく知りたいことなので、これ詳しくお聞かせいただけますでしょうか。まず具体的にどのぐらいの件数起きているのかというのがこちらでして、で平成の29年度、高齢者虐待の件数というところで、今ご覧いただいているのが、介護施設の従事者、介護職員さんですね、で働いている人たちによる虐待件数というのが平成29年度で510件あるというのが、全体の数字というところになります。510件ですね。1日に1件以上、計算になりますね。はい、で、次のグラフが毎年どのような形で徐々に増えていってるのかというような数字になっていまして、平成の18年度であれば、一番左側であれば54件あったというところが、平成29年度一番右側は510件に増えてきていると。約10倍。そうですね。はい、それの相談と通報の件数も一緒に上がっていってますね。そうですね。はい、でおそらく相談と通報の方が上がり方の幅が大きいと。確かに。というところは理由があるんでしょう。やはり介護施設側でちゃんとそういうの注意していこうねというふうな、皆さんの意識も上がってきているので、それを相談したり通報するというところは徐々に、まず増えてきている。その施設を、より良くするために、いろんなことを相談したりだとか、そうですね、あったことをきちんと通報するという意識が高まってきているということですね。そうですね。これはいいことですよね。これ自体はとてもいいことだと思います。はい、それに伴って発生してしまっている件数も上がってきてしまってはいるとか、そうですね。単純に18年度より29年度までで、その介護する人数も大幅に増えてるっていうのもありますよね。高齢者の介護される側も増える、する側も、これは介護施設の職員さんによるものということですね。よるものと。で実際にその内容ってどんなものが多いのかと。確かに。で一番多いのはいわゆる身体的な虐待、暴力ですね、が 60% ぐらいあると、その次が心理的な虐待と、これは暴言が3割ぐらいだと、ような、そんな状況になっていると。こういうふうに厚生労働省が調査して発表しているという。そうですね。ちょっと痛ましいですよね。そうですね、非常に痛ましい状況かなと。これは虐待を発見したとか、もしくはそうされた側が告発してこう発表されるんですかね、一件なんですか。そうですね、された側のご家族、ご本人であるとかご家族、あるいは、他の職員さんがしてるぞというのを、横目で見て、でそれで行政に対して通報をまずして、それが通報件数ですね。でその上で行政側がこれ確かに虐待だよねというふうに判定したものが、先ほどの虐待の件数というふうになっていると。なるほど。でこれは介護施設の結果であって、介護施設以外の方のそういう虐待というか、そういうものもあるとお伺いしてます、ね。そうですね。で圧倒的に多いのはご家族による在宅介護での虐待というところが非常に多くて、でご覧いただいている数字、ご家族養護者によるものが17,078件あると。すごい数に膨れ上がるんですね。でもやっぱりその要介護のお父様とかお母様とずっと一日中で、それが別にもう一日だけで終わらなくて、も
毎日毎日終わりがもう見えないですから、ずっと続くんですよね。そうですね、あと責任感が強いご家族ほどっていうのもありますね。自分が見ないとっていうことで頑張りすぎちゃうっていうご家族も多いですね。先ほどのものはあの施設の、グラフ相談のものがありましたけれども、はい、ご自宅の養護者の方々のグラフもあるんでしょうか。あ、そうですね、はい、それがこちらになってまして、はい、養護者ご家族による虐待判断件数というものも、年々上がってきているという傾向が出ていると、はい、で直近で言えば1万7078件あるというそんな状況になっていると。で内訳が次でして、はい、こちらもご家族によるもの、身体的な暴力というところと暴言、心理的な、まあ、虐待というところが、まあ、多いんですけども、まあ、それ以外で言えば介護を放棄してしまうという方も、まあ、2割ぐらいいらっしゃるというところで、まあ、こうした割合が多いというのが、まあ、ご家族によるものの特徴かなというところです。はいはい、なるほど。高齢者の虐待、まあ、養護者によるものなんですけども、うん、こういう例えばどの方といいますか、はい、例えばお子様であったりだとか、はい、配偶者の方とかあると思うんです、うん、その割合とかはどのように、はい、そうですね、それはこちらになってまして、はい、で息子さんによるものが 40% すごい多いですね、はい、で夫によるものが 21% と全体的には男性からの件数が、ね、男性がもう半分以上占めますから、はい、これはまあお相手は、まあ、女性のお母様もいらっしゃるし、まあ、お父様もいらっしゃると、あの男性側が、そういうことを行ってしまう、はい、ということが、こういうふうに出ているということで、なんか悲しいな。そうですね、はい、まあ、ストレスが溜まっていく中でそうしたことに出てしまうという形になっているかなと。でご家族によるもののじゃあどういうふうな対応をしたらいいのかと、確かに対応策というのが、はいはい、出ていまして、はい、小畑さんおっしゃった責任感の多いご家族ほど結構そういうケースもあるぞというところとも伴うんですけども、その虐待の対応で虐待をする人と、まあ、まず分離をする、でその中で介護保険サービスをちゃんと利用しようと、ご家族だけで介護をなんとかしようというよりは保険のサービスも使っていこうというふうなところが大事になってくるのかなというところです。その現場から一度離れたところでまた新しくいろいろサービスだったり介護をしていこうということが大事になってくるんですね。そうですね、ご家族だけでやらずにもうちゃんとプロのお力を借りて、そうですね、はい、この介護職はですね、この暴力などがあるんですけども、はい、様々なハラスメントがあるとお聞きしていますけど、はい、それに対してのアンケートも、あるということです。そうですね、はい、今回ご紹介したのが介護職の人が利用者さんにやってしまうという虐待なんですけど、はい、より多いのは逆のケースですね。そうですよね、利用者さんが介護職に対してハラスメントしていると、働いている側の方に向けて行われることがある、はい、そういうケースもあるということですね。はい、はい、それがこちらのアンケートで、介護職員さん働いてらっしゃる方のうち何らかのハラスメントを受けたことがあるというのが 74%、 もう7割以上、そんなにいるんだ。こういう方々がじゃあ実際にどういうハラスメントかというのが、一つがいわゆるセクハラ、これが4割ぐらいで、一番多いのは、個人的な接触、不必要な接触、まあ、体を触ってしまうと、ああはい、お触りってことというようなそうです、ね、あとはまあ性的な冗談、まあ、下ネタを言うという話ですね、まあ、そういうものが多くなっていると。高齢になるとですね、欲求に対してですね、もうすごくストレートに行動してしまう傾向があったりするんです。まあ、私の知り合いのですね、介護職をやってるですね、友人はですね、まあ、おばあちゃんをこう、まあ、お風呂に入れるんですけども、はい、もうあなたとしか入らないっていうおばあちゃんもいらっしゃるとか、もうそういう、なるほどなるほど、そういう風にあの高齢になってくると気持ちを出すようになる、もういう方もいらっしゃるというね。なるほどなるほど。もう一つ多いのがパワハラで、こちらの方が断然多くてですね、はい、ほぼですね、はい、パワハラは 94% の方が、まあ、ほぼですね、はい、そうですね、多いですね。で内容としては攻撃的な態度で大声を出すというものが結構一番多いと、あとは、身体的な暴力を利用者さんから介護職に対して振るわれたというケースが 21% あると、
という状況にはなっているという。先ほど総理が言ったその誰々さんがやってくれたからこの人じゃないと嫌だっていうのが、あの2番目にある〇〇さんはやってくれたなど引き合いに出して共有するところも近いですね。入っていく当たり前ですね。そうですね。あんたはなんでやらないんだっていうように精神的に追い詰められていくっていうことがあるっていうことですね、はい、難しいじゃないですか。この介護っていうのは何でもやってあげるのが介護ではなくて、お手伝いをする利用者様をこうよりまたこう社会復帰できるように介護しているので、やらないことも一つのこの大事な要素ではあるんですけども。おっしゃる通りで、介護は自立支援なので、ご自身でできるように私たちがサポートするっていう役割なんですけれども、やはり先ほどのそのパワハラとかも2パターンあるのかなと思っていて、まあ、認知症などのその疾患によって理性がコントロールしづらくなってしまったりですとか、その感情のコントロールが難しくて結果として暴力に出てしまったり大声上げてしまったりっていう方もいらっしゃるのと、あとさっきあの総理がおっしゃってた年齢を重ねるとだんだん頑固になってきたりとか、こだわりが強くなってきたり、そういったその性格的な部分で、あのこの人じゃないとお風呂嫌とかっていうようなことをおっしゃる方もいらっしゃったりするので。なるほど、ちなみに小葉さんがこう働いてる時にこのような例えばことをまあ目撃したとか、実際自分が経験したみたいなことってあります？こともたくさんありますね、はい、私現場もう8年ぐらいやってるんですけれども、はい、あのこういうことがあるという前提で働いています。はい、あこういうことは起きることだと、うんうん、というふうに思って、はいそうですね、なるほどなるほど、だからそれに対して、はい、いろいろ考えて対応するようにしてらっしゃるってことですか？はいはい、そうですね。で、あの逆もまたしかりなんですけど、虐待を自分もしうる存在だっていうふうに認識するのもすごく大事かなと思っています。それがあの絶対に悪いことだっていう気持ちは皆さんお持ちだと思うんですけれども、うん、それがあの自分は絶対しないっていうふうにあの考えを持ちすぎてしまっていると、あのいざ何かが場面が起きた時にこう感情が抑えるのが難しくなってしまったりっていうことがあるのかなと思って。なるほどですね。小畑さんが考える対策とかありますか？このようにした方がいいとかは。はい、最近アンガーマネジメントって、はい、自分の怒りのコントロールって話題になってるかなと、はいはいはい、思うんですけれども、相手を変えようと思わずに自分の受け取り方を変えるっていう風なことを気をつけてます。例えば暴言とか暴力を受けたとしても、それを一回自分の中で、考えるというか、なんでこの人がこういった対応を取るのかっていうことを一度考えるようにしてます。はい、ありがとうございます。以上、実際どうなの高齢者虐待問題でございました。すごく深刻な話になりましたけれども、介護に関する情報をお届けする買いための番組でございます。でもこういうこともきちんとみんなが知っていくということが大事なことになりますので、はい、総理コメントいただけますでしょうか？はい、ぜひともですね、今、まあ、あのご家族でですね介護されている方はですね、思い詰めすぎずにですね、気持ちをですねこう余裕を持ったりとか、本当に行政のそのサービスだったりとかもですね利用してですね、全部自分で賄うっていう気持ちではなく、みんなでこう、守っていければと思いますので、ぜひともですね思い詰めすぎずに頑張っていただければと思っております。やっぱり真面目になりますよね。それはそうだから。それはそうか。はい、確かにそうです。はい、ということでございます。次回も介護のためになる話、略して買いための話を用意していますので、皆様ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。